はい、こんにちは、チャオカーネです。皆さんね、気になってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、ホップと、うちのムムちゃんがね、交配しましたということで動画を上げてました。でその後ね、どうなのかな、赤ちゃんできてるのかなってね、気になってるらっしゃると思うんですけど、で、どうですかね。ホップです。おーちゃんだよ。ホップ赤ちゃんどうですか。ホップん、赤ちゃんどうですか。ムムちゃん、ムムちゃん、ね、ムムちゃんですね。ムムちゃん、赤ちゃんどうですか。んちょっとみんな、ちょっと泣いて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 。で、最近のね、まあ、様子なんですけど、まあ、ワンちゃんの妊娠期間っていうのは、まあ、約2ヶ月間ですね。2ヶ月間なんですけど、なんでね、まあ、交配した日から数えて、まあ、予定としてはホップが、まあ、7月の、まあ、前半ぐらいで、ムムちゃんが7月の、まあ、中旬ぐらいの予定なんですけどね。でもう6月に入りましたよね。でまずね、妊娠してるかどうかっていう兆候としてはね、人間と一緒でつわりっていうのがやっぱあるわけですよ。つわり、まあそれは個体差ありますけど、で本当につわりが、ある子はね、もうご飯を全く食べなくなったりとかするんですけど、で僕もね、そういうところで最初どうかなって様子を見るんですけどね。で今もね、ご飯の時に様子を見ております。でまずほーちゃんですけどね、ホップ、ホップさんはね、食欲があるんですね。もうね、日数的にはまあつわりが来ていい頃なんですけど、まあ食欲ががっつりあるって、まあつわりの兆候はちょっと今んとこないかなみたいなね感じです。うん、ちょっとね微妙な雲行きになってきたんですけど、ただね、まあもうちょっとして病院でね、いつものように見てもらったら、まあわかるんですけどね、赤ちゃんが入ってますって、もしくは何とも入ってますよっていうのはわかるんでね、それまではちょっとわかんないんですけど、今のところそういう兆候がちょっとないかなって感じです。でムムちゃんです。うちのムムちゃん、ムムちゃんおいで、うちのムムちゃん、はい、ムムちゃんだよ、ね、ムムちゃんはね、まあ、ちょっとは、うん、まあ、どうかな、このぐらいの時期かな、食欲がガタ落ちしております。ガタ落ちしております。これはね、つわりかなと思ってますね。うん、お前も食べないんですね。うん、でちょうどまあ日数的にもちょっと早いぐらいかなって思うんですけど、まあ、つわりが始まってもいいぐらいの時期なんで、おそらくムムちゃんはご懐妊だと思います。でね、顔がね、うん、優しくなったと、まあ、これは若菜ちゃんが言ってたんですけど、ムムの顔が優しくなったよなってね、お母さんの顔になってきたんですよね。まあ、これは若菜ちゃんが言ってたんですけどね、まあ、そういう変化もねあるんで、まあ、ママになる準備を始めたのかなと思っております。ムム、ママになる、ムムちゃん、ムムちゃん、ムムちゃん、はいはいはい、チョコちゃん、チョコちゃん、またバーバーになりますか。んまあ今そんな感じですね。でまあ、30日、実は交配してから、まあ、30日から40日ぐらいの間に、まあ、いつものように病院でね、まあ、見てもらいたいと思ってるんで、そこではっきりすると思います。ほーちゃん、ほーちゃんどうなの、今度はなるんでしょ、ママに、うん、ね、まあそういうね、ホップと、ムムちゃん、うん、今んとこそういう感じですというご報告でした。うん、どうしたの、ごちゃん、うん、じゃあ病院行ってね、検査するまで、もう少々お待ちください。お楽しみに。ではでは、はいはいはい、おちゃん、おちゃん、はい、ではでは。